速稼塾の久保です。億万長者合宿ご覧いただきましてありがとうございます。吉谷さんはね、やっぱ37歳、うん、確かに若くないと思います。37歳ね。私も37歳は麻雀店真っ盛りでしたね。で、毎晩キャバクラで豪遊と、お金はないというね、借金に借金を積み重ねて、それが加速度を増してですね、どこに行ったら私はね、そのキャッシュフローがストップしちゃうのかなって非常に興味があって、1000万を超えて2000万を超えて3000万の借金を超えたと、私の意識ではね、2800万ぐらいの借金がカウントされた時にもうカウントするのやめたんですけどねただね、やっぱり借金ってのは人を殺しますね。だから借金について、あの、圧力を感じなければいいと思うんですよ。だから私は自分の苦痛について結構鈍感だったんで、どんなに借金があってもコンビニでカレーパン食えるしとかね、どんなに借金があっても今日もシャンパン入れられるし、なんだろうなと思うんですよ。で、逆に言うとですね、借金は全くないんだけども手取り25万円ぐらいで真面目にやってる方がキャバクラに行くかって言ったら行かないですよね。何なんだろうなと思いますよね。そのお金ってものはもう完全にイリュージョンなんですよ。幻想なんだと思います。どう捉えるかっていうのは一言では言いにくいんですけども、私はね、もうお金がないのは一定の不安はありますけども、だけどね、その過度に不安を感じすぎる必要はないのかなとか思うんですよね。この辺ちょっと説明しにくいんで長い話になっちゃいます。で、今回何が言いたいかっていうと、吉谷さんに対してね、確かにこれね、すごいなと思うのは、この動画のやり取りがここまでできる人ってのは私もいないと思うんですよ。で、私はこの動画のやり取りが結構大変だなと思ってやってるわけじゃないんですけども、付き合う方は大変だろうなとは思うんですよ。だってね、動画のやり取りって吉谷さん以外にもやってるんですよ。やってるんですけども続かないですよね。だから100回のやり取りすら続かないんですよ。こんなね、初歩の初歩ですよ。100回の動画のやり取りなんて、これすら続かずに売れないとか YouTube は大変だとか言って、どう大変なんだと思いますよね。だから全然その、なんだろうな、相対感っていうのは違いますね。だからまあ YouTube が無理だと思う人はやらない方がいいですし、そこまで苦労してまでお金欲しくないと思う人はお金なんてね、求めなくていいと思うんですよ。ただその代わり失うものは多いと思いますし、得れないもの、諦めるものはかなり大きいと思いますよ。私はね、基本的にその自由であれば何でもいいと思ってますんで、自由を手にするためだったらどんな苦痛も苦痛に感じないんですよね。でも多くの方は多分自由を放棄してある程度のものを保証された方がいいという考え方なのかもしれませんよね。まあ、この辺私はね、社会を離れて人付き合いもなく隠居してますんで、世間知らずで何も分かりません。ですんで私はトンチンカンな思考だと思いますし、おおよそ常識的な考えはないですし、いつ何をやってもいつも少数派です。その少数派っていうのもどっちかっていうとね、60対30みたいな少数派ではなくて、999対1みたいなね、そんな少数派ですよ。 もしかしたらね、1万対1ぐらいかもしれないですね。47歳にして、私みたいな47歳にしてね、家庭もあって子供もいてね、こんな YouTube ばっかり撮って人生を送ってる方って1万人集めたところ1人いるかいないかじゃないかと思うんですよ。で、今日もね、朝今6時ですけども、今日朝6時の時点でもう今日やることないわけですよ。自分の人生何なんだろうなと思うんですよね。何をすればいいんでしょうかみたいなね。通常でしたら6時っていうとね、7時か8時ぐらいの出勤準備に向けて憂鬱な気持ちになってるかもしれませんし、もしかしたら今日の仕事ね、今日のミッションをこなすためにいろいろと意欲が湧いてるかもしれませんけども、私両方どっちでもないんですよ。何かに意欲が湧いてるわけでもないですし、何かに疲れてるわけでもないという、いわゆるニュートラルな状態なんですよねですからね、なんか騒ぎ起きないかなぐらいに思ってるんですよね。で、再生数の話なんですけども、私ね、ナイトライダーも、やっぱりね、自分のコンテンツに入れたいなと思って見てた面があるんですけども、でもね、車ってほとんど乗らないですね。3台あるけどほとんど乗らないこのコストに対して再生回数500万回は安いなとダメだなと思いますよね。まあでもそれも込みでね、人生なんですよ。 YouTube の再生回数とかチャンネル登録者数を増やしたくて増やしたくてしょうがないと思ってるわけでもないんですよ。まあ適当に増えて適当に回って、まあいっかみたいな、再生数もチェックしてないですし、過去の自分の動画を見ることもないんですよね。まあでも最近はですね、森友事件について、やっぱりもうまた燃え上がるものがあってね、動画の方を毎日公開してるんですけども、そこに関わるコメントっていうのはむちゃくちゃ多いですね。森友問題っていうのは多くの人がやっぱりこうね、問題意識持ってて当事者意識を持ってるんだろうなっていうことが分かりました。ただ同時にですね、あまりこの森友問題追及すると私も消されるんじゃないかなみたいなねそんなことも思っちゃいますけどもね、まあでもどっちにしても何かね、
アウトプットすると必ず人は寄ってくるし、情報はやってくるし、お金も寄ってくる。これはね、もう情報化社会の中で紛れもない事実だと思います。情報を発信する人がいつもね、得をするんですよ、だから情報を受け取るだけの人はずっと損をしてると思います。ここはどう考えても変わらないんじゃないかなと思いますよね。で、私は YouTube の発信をし始めて、多くの方の縁をいただきましたね。それが本当にありがたいことだと思いますし、多くの方からの、ご入金もいただきましたし、これ本当にありがたいことだと思います。そして私がね、おそらく視聴者さんのほとんどの方が私がこういう日々を送っていることを望んでくれてるんではないかなっていうふうに勝手に考えてるんですよ。で、逆に私がですね、就職活動したりとか、例えばコンビニで働き出したりしたら多分がっかりするんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。思わないですかね。ざまあ見ろと思うかもしれないですよね。ざまあ見ろではないんですよ。コンビニで働くことも素晴らしい社会への貢献ですからね、だから法律を持って働けるかどうかなんですよ。コンビニバイトとか言ってバカにしてる人はそれは職業に規制をつけてるわけなんですよ。私は職業に規制ないと思うんですけどね。だから YouTuber であろうが、情報商材屋であろうが、自分の理念に沿ってやっていけばいいですし、それに共感した人がお金を払う、その形以外はないと思うんですよ。で、商品を買ったけど結果的に稼げなかったからって言って商品を売った人に恨みをぶつけるって気持ちも分かりますけども、それはちょっと違うんじゃないかなと思います。はっきり言って押し売りされたんなら別ですけどね、騙されたんなら別ですけどね。その情報をクリックしたのは誰ですかと、その動画を見続けたのは誰ですかと、そして振込口座を自分で調べて入金したのは誰ですかってことになってきますので、やっぱり私もね、インチキをしたって言われたくないんで、相当速稼塾への入金では難しくして、めんどくさくしてますよ。そのめんどくささが一番最初の入塾の試験だと思いますしね。いろいろと話しましたけども、やっぱりね、これからの価値観っていうのは多分少数派の方に分があるんではないかなと私は思いますけどね、どうですかね。常識的な意見ではなかったら不安を感じますか。多くの方が A だと感じているものに対して B じゃないのかなって言えますかね。同調圧力っていうのがありますんで、みんなが考えている通りに考えていきたいとか、みんなが期待している通りのね、答えを出したいっていうのはみんな誰しも思うことなんですよ。でもそれは分かっていても、それは分かるんだけども、自分は今回 C のプランで行かせてくださいっていうふうな勇気もね、自分の人生を切り開くために必要な活路だと思います。皆さんいかがお感じでしょうか。それでは今回以上です。